ニューロシスは1985年にハードコアパンクバンドとして結成されたアメリカ合衆国カリフォルニア州オークランドを拠点とするポストメタルバンドであり、ドゥームメタル、ダークアンビエント、インダストリアル、民族音楽などの要素を統合した音を特徴とする。2009年のイギリステロライザー誌では過去20年で最も影響力の高いバンドと評された。 1985年、ニューロシスは、スコット・ケリー、デイブ・エドワードソン、ジェイソン・ローダーの3名により、A クラスト・パンク・ミベックスのような、ハードコア・パンク・バンドを志行して結成された。1986年、チャド・ソルターがギタリストとして加入。1990年、サイモン・マキロイが、シンセサイザー、サンプラーで加入。1989年、ソルターが脱退し、 スティーブ・ホン・ティルが加入。1995年には、マキロイに代わりのアランディスが加入した。2作目の、ザ・ワード・アズ・ローから3作目の、ソウルズ・ワット・ゼロにかけて、ニューロシスは、ハードコア・パンクからエクスペリメンタルへとそのサウンドを変化させていった。1996年、米リラプス・レコードから5作目の、スルー・シルバー・イン・ブラッドをリリースし一躍注目を浴び、 パンテラと全米ツアーを行う。1999年6作目タイムズ・オブ・グレースをリリース。またアンビエント実験音楽のサイドプロジェクト・トライブス・オブ・ニロを開始。2000年インディペンデントレーベルニロレコーディングスを立ち上げた。ありがとうございます。